is Robbie. I'm here at Nikko Circuit. Hey man, Robbie です。ニッコサーキットにやってきました。そして今日は、風間オートサービスさんの、走行会の日です。Today is Kazama Auto's track day event and I just kind of came out to check out his car, Mr. Kazama. Kazama です。暑いです。So he is hosting the track day event and I wanted to go ahead and take a close look at his S15.風間オートサービスさんの社長の風間さん、彼の車をちょっとね見てみたいなと思ったんですが、なぜかというと FD でも成績出てる、で、D1 ライツでも成績出てる S152J、 結構セオリー通りって言ったらおかしいですけど、 So this car has done well in FD Japan, is done well in D1 lights as well, so I think this is likeA good car to kind of look into because it's a 2JS 15. It's everybody's favorite car, and this one does really well. And I think this is like the most useful basic build they have in Japan for competition. ということで、前振りが長かったんですが、この車はちょっとカラーリング一新にしちゃったんだけど、フォーミュラー D ジャパンで熊熊社長が2位になって、末永とかその年の月に2位が2回、それで米内選手が D1 ライツで3連勝ぐらいしてるのかな。でみんなが言うのが柔らかくて、すごく乗りやすい、何でもできる、上手い人から言わせると何でもできる仕様の、お手本の車って言われてる車で、車は、2J、透明の 3.6 リッターっていうのがあって、ミッションがサムソナスで、 DEF は、普通のノーマルの GTR のノーマル DEF を使ってます、はい。まあ、ということはちょっとやっぱり少しハードルが高いなって思う部分がやっぱり、まあ、まず競技に出るとしたら俺的にはミッションは絶対入れたい、で、はい、例えばじゃあエンジンが3リッターしか用意できなかったら、まあ、それに伴ったグリップにしたりとかすればいいですもん ね、 そうですね。で一応基本的にはうちの商品、足回りが全部ついてる商品で、パーツがついてますので、要は壊れてもすぐに直せる、まあ、それが第一条件。例えば3.6 じゃなくて3リッターでも、例えば SR でもいいと思うんだけど、とにかく勝ちに行くんだったらレギュレーションいっぱいいっぱいの、例えば、ドグミッションであったりシーケンシャルミッションを入れる、それに対してまだレギュレーションでまだノスが OK だからノス入れるとかって、それよりアドバンテージを高くして各方向に打ってる車です。said it was a 3.6、 まあ 3.6 って言ってましたが、あとはタービンやら、タービンは初めつけてたのが GCG の3584つけてたんですけど、ちょっとトラブルでタービンブロしたんで、今回は4088、ちょっと1個サイズ大きくして408としてモス、モスを入れてます。結構下から、上まできっちり回るんで、4088は今までのところで言ったところ一番ベストなんじゃないかなというタービンだと思います。もっと大きいのつけてる、アンディなんかもっと大きいのつけてるけど、僕らなんか その中級レベルの人とかは多分この辺が一番乗りやすいから、どこからでもタービン踏んでいけるんで、ボスなくても全然いけるし、でこれがスロットルがレクサスの RCF のスロットル使ってて、なるべく壊れてもすぐ応急できるようにってことで、あとね 2J は前はオイルクレー1機だけだったんだけど、やっぱり油量が足んないみたいで、やっぱオイルパンこう切ったりしてるんで、うちは2個つけたら結構油をしていたので、オイルクーラーは2個とかつけた方がいいかもしれないですね。あと水つけば大体、
大会系はいけるぐらいのレベルです。やっぱベルト飛びとか、ベルト飛びはほとんどしてないんです、うち1回もやってないので、まあオルタネーターをこっち側に移動して合わせてウォーターポンプ、これ電動ウォーターポンプ使ってるんだけど、1回もそんなことないんだよね。あとはじゃあコンピューターも今はあのリンク、コンピューターはリンクのフューリーを使ってます、はいはい、でノスの制御をしてもらって、基本的にあとはランチラグ入れてるとか、まあアンチラグとか入れるとこれタービンがダメだとかダメになっちゃうとかそういうのあるんだけど、でもなんか今の昔のアンチラグも結構やり方がいっぱいあって、多分日本で主流になってるやつってちょっとそんなにエンジンに負荷がかからない感じだと思うんですけど、うん、俺の場合は目立ちたいんで、音を大きめ、まあ、多分みんなそうだと、音を大きめでもう常にバラバラ言ってほしいっていうのを、うん、あのセッティングしてる人に頼んで、うん、常にバラ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 やってるからいつもタコ足が割れちゃうんだよねでもそこはやっぱりかっこいいもんね、やっぱりドリフトも大事なんだけど、うちはやっぱり見せるところでもう勝負したいので、うんうんうん、そういう あの車なんか音かっこよくね、うんうんうん、みたいなのがちょっと僕は好きなのでそっち側に振ってます。見た目音すごく大切です、ドリフトだから。走り方と基本的にはこれみんながなんで乗りやすいかっていうと、多分カチカチにすると癖とかいっぱい出ると思うんだけど、これ見てもらってますけど溶接してないんですよ。はい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 、全然で、まあ、ここはあの当たっちゃうからって言って、とりあえずライツとかやるときに叩いてここだけずらしたんだよね。なんでサイクルベンダーっぽくなってちょっと大きくしたんだけど、基本的には溶接とかはボディ溶接はしないですよ、違う。いやだからすごいそのボディを固くで、まあ今 FD のレギュレーションでも多分来年からロールバーのね点数だったりいろいろ多分変わってくると思うんですけど、みんな基本的にそこまで固くしたって、そうなんだよね、あのこの車なんて表彰台取れたんで、そうそう、だからよくアンディも言うけど、例えばよくアングルキットとか作ってやってますよね。でもアンディはうちのアーム純正のテンションロッド、それもやっぱすぐ壊れないようにすぐ交換できるように、そこを重視しないとやっぱり年間のチャンピオン狙えないっていうアングルキットなんで、うちもなるべくそういうアングルキットを使わないで、ロールゲージなんかも最低限ですね、最低限だけ、もうこれは軽量もしてなくて、まあ、アンダーコード剥がして、まあ、こうやってやってるだけで1280キロぐらいなので、まあ、またパワーがあるんで、はいはいはい、まあ黄金比って言ったらもうほぼ800で1250キロぐらいだったらもう多分最高だと思います。トラクションの光も十分だし、車も重すぎないし、すごいいいと思います。で、あとはほら燃料だとか、燃料はこれはスノポさんの、GT プラス使ってて、あとノース、はいはいはい、そこのとこだけちょっとお金がかかってしまうけど、あとはそんなに、リアルデータもやってないし、あ、そうですよね、これ前ラジだからみんなマストだって言ってるけど、これはリアラジエーターじゃないです。そう、これ急遽作った車なので、実は何もない。ナオトのお兄ちゃんがひっくり返ってしまったもんで、そうだ。なので、急遽これ熊久保社長が乗ってた1号をに 2J の 3.6 リッターを乗っけたんで、リアラジエーターやるお金がなかったんです。だからね、燃料タンクも実はノーマルなの。あ、この中に燃料タンク入ってるんですよ、純正の。はい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 、はい。で今回からリアラジエーターにしようかなと思ったんだけど、ちょっといろいろ大人の事情がありまして、また新車を作ることになったので、交互期待ですね、はい、これは、まあ、それどころじゃないです今、はい、それどころどころじゃないですね。ちょっと待って、あと社長エンジンオイルってどこの使ってんの？エンジンオイルはモティーズさん、はい、社長タイヤってどこの使ってんの？え、横浜タイヤやっぱねすごいですよ、やっぱりという感じで、That's about it. Very simple build. I mean, it's got a lot of stuff on it that is needed, but I know it's a simple build where he's only spending the money on the right places, which I think is the right choice, and that's probably why this car has podiumed many times, and he's really happy with the results as well.
やっぱりね、その必要最低限の部分をどんどんやっていくところ、いろいろ手つけすぎないで、シンプルにできるところはシンプルに作って、もう極力力を入れるところは力を入れているような、車だと思います。こういう車でも全然余裕で、ね、表彰台狙えると思うので、もちろんねエンジンだったり、ミッションだったり手に入れるのもちょっと大変なんだろうけど、日本の多分もう競技車になったらもう普通になっちゃってますよね。実はこれ作った時にね、某ドリフト雑誌、日本で一番有名な雑誌ね、そこに編集長に言ったの、今さ 3.6 リッターつけてシーケンシャルミッション作ったんだけど、ちょっと取材してよ、すげえの作ったから、って言ったら、普通何を取材したらいいのって、それみんな普通だよとかって言って、うん、今やもう上級者の 3.6、まあまあ 3.6 だと、サイクルアップ、うん、シーケンシャルミッション、クイックチェンジっていうのはもう普通で、そこがスタンダードで、そこからどこまで手を加えていくかっていうのが今の車になっちゃってるんだけど、ただここのエンジンミッションデフまでやっちゃえばお金は本当にかからない。いや本当に僕もいつもいろんな人、車をこれから競技作ってるっていう人、そうなんですけど、例えばトヨタ車だとまあデフ最初から強かったり、ドラ車強いけど、日産車とか費用なデフ、ドラ車をつけてる車は結局ファイナルだなんだってデフを3個4個買ってきて、うん、なんだかんだやってるんです。結局クイックチェンジも最初は高いけど、ギア変えるの簡単、壊れにくい、あのそういうのを考えたら、もうぶっちゃけもうこういう社外品をもうどんどん入れてっちゃった方が早いですよね。僕もちょっと話は変わっちゃうけど、ラジコン屋さんやった時は思ったんだけど、ラジコンでスタンダードキットを買います、デフ入れます、車高調変えます、電池変えますとかってやってるよりは、初めから、うん、エキスパートの車両を作って10万円かけちゃう、ちょこ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 やると15万円かかるんですよ、うんうんうん、一気にやれば10万円になるところを初めにやった方が、ランニングコストが例えば1年かけたら全然安い、うんうんうん、壊れてるところもあるし、そうですね。で僕も、まあ、今まで自分で競技やってて、結構やっぱりその せこい派ったらおかしいですけど、そのちまちまやる方だったんですけど、全部十何年やって分かったのが、あ、俺最初から頑張って、まあね、人によってはお金集められるなれないはあるかもしれないですけど、最初から頑張ってすごいのを作ってたら多分長持ちもするし、あと最後にいらなくなったら売っても大丈夫なんですよ、うん、ね、だからそれを考えたら最初からこのぐらいの仕様をバンと作ってきちゃった方が楽しいと思いますね。それで例えばよっしゃ俺はこの2年間頑張りますって、その2年間も存分に楽しむか、それかトラブル続きで走れないとか、そういうちょっと結果が出ないっていう風になるか、どっちかはもうあなた次第、私だじゃあちょっと後で横乗してください。じゃあ了解。暑いね。So I'm in Mr. Kazama's S15. Let's go ahead and check out how he's gonna drive. Oh, wait for it. Oh. Oh, he's got a fan back there too. That's fancy. He's there. 暑い日には。
ございました。Thank you. That was a nice ride. He doesn't push the car too hard. He does just right to get around the track. So, yeah, あの車にすごい負荷をかけて無理してないで結構サラサラってほら走ってるから車にすごい優しい走り方だな。ほら。基本的にはほら予選落ちドライバーだから車だけいいものを作ってもらわなきゃいけない。All right, I'm gonna hijack Kazama's missile. これ乗ってきても大丈夫ですかね？大丈夫です。多分大丈夫。Wow, the AC works too.Right, thank you very much to Mr. Kazama. ありがとうございました。So, thank you very much. And hope you guys enjoyed it. Until I see you guys next time, peace out. Peace out.